ちは。こんにちは。ゼロ歳児、アイアイ学級の皆さん、乳幼児学級の皆さん、お元気ですか？さて、私たちがこのように動画をお届けするのは、今回で何回目でしょう？みーもくん、何回目だと思う？そうだね、3回目だね。皆さん、これまでの動画はお楽しみいただけましたか？アイアイ学級さんと乳幼児学級さんで新しく入られた方も、ぜひこれまでの動画を見てお楽しみくださいね。それでは、今日もアイアイおなじみの始まるよの手遊びからスタートするよ。みんなも一緒にやってみてね。みーもくん、それはバスのハンドルだね。それは食べられないね。先月バスに乗ってとっても楽しかったよね。またバスに乗ろうね。はーい。はい、先生。お猿さんの大好きな食べ物はバナナー。大当たりバナナ、美味しいね。バナナ、好きな人？はーい。栄養もたっぷりあるからね。そうだ、今日はみんなでバナナくん体操しよっか。賛成。動画を見ているご家族の皆さん、ぜひお子さんと一緒に体を動かしてみましょう。動きはとっても簡単です。私たちの真似っこをしてやってみてくださいね。それでは、みんなでバナナくんに変身しますよ。変身！バナナくん体操、ミュージック、スタート！Thank you.
そのカード。してくださった新澤俊彦さんと今年度ふれあい人権子育てコンサートに来てくださるはずでした山野さと子さんより素敵なメッセージをいただいてます。ご覧ください。せーの、どうぞ。カニ郡御嵩町の皆さん、どうもこんにちは。シンガーソングライターの新澤俊彦です。はい、私は山野さと子です。はい、あいあい学級、それから乳幼児学級の皆さん、元気に見てますか？元気ですか？コンサートに呼んでいただいて、はい、もう本当に嬉しかったのに、うん、その前は台風で伸びてしまって、で、じゃあ今度はって言ったら今度コロナになってしまって、また行けなくなってしまいました。もうとっても残念です。本当に皆さんにお会いしたいなと思います。こう実際に会って、はい、歌をこう届けたいっていうか、ね、みんなに会いたかったです、うん、本当に残念だなっていうふうに思っています。でもね、あの絶対に歌いに行くからね。そう、いつか絶対行きます。はい、じゃあ、あのきっと明日はいい天気でありますようにということで、ちょっと2人で今虹を歌ってみようかなっていうふうに思います。みんな歌えるかな、みんなもよかったら歌ってほしいと思うんですけど、はい、行きましょう。はい、じゃあ歌ってね。そう、1番だけだけどね。いい天気でありますように、はい、で今日はですね、この後皆さんが、うん、今日も空は青いよっていう歌を歌ってくれるというふうに聞きました。とっても嬉しいなというふうに思いました、はい、その歌はですね、実は東北で大きな地震があった後に、うん、あの作曲の中川博隆さんが、こういう時に僕たちは歌を作ろうよ、
っていて、ぜひこうそういうね被災地で大変な思いをしている人たちのために歌が作れたらいいっていうふうに言われて、僕が詩を書いて歌にしたものなんですね、うん、私もカバーしてます。あ、そうなんですよ、うん、歌ってます。であのみんなで歌ったりとかね、こうあとそれから地震だけではなくてその後いろんな何かあったりするときに歌ったりとかをしてきたんです、であのその歌を作ってよかったなっていうふうに思ったんですけど、この歌はね、まあ生きてるとさいろんなことがあるじゃない、もう今回のコロナのことなんてこんなことがあるなんてもう思いもしなかったことですよね。それでもうみんな巻き込まれたっていうか、みんなが被害者みたいなとこありますよね。でも何かあってもこう悲しいことがあったりしても空を見上げると何もなかったかのように空が綺麗だったりするっていうことを歌ったものなんです。それはある意味ね、人間って無力だなみたいな部分もあるんだけど、でもそうやって常に自分の心にこう変わらない青空を持ち続けることがとても大事っていうこともあるし、それからこう何でもない日常ってとっても大事だなみたいな、こういろんなこうメッセージを込めた歌なんですけど、だからこう皆さんが歌ってくれるっていうのはとっても嬉しいなっていうふうに思います。そうですね、私も大好きな歌で、みんなの歌聞きたいな、ね、聞きたかったです。そうだ、いつか行ったら一緒に歌いたいですよね。本当だ、はい、で僕たちもその歌をこう大事に歌っていきたいなっていうふうに思っています、はい、だからぜひ元気に会いましょうね、絶対会おうね、はい、楽しみにしています、会うことを ね、はい、どうもありがとうございました。またね。僕は知らないから。
かがでしたか？私たちもこの曲のように皆さんに寄り添っていきたいと思っています。どうか頑張りすぎずに子育てを楽しんでくださいね。新澤先生、山野先生、素敵なメッセージをありがとうございました。ここで大切なお知らせです。9月から予定していました0歳児 II 学級と乳幼児学級ですが、現状から判断して皆さんで集まっての学級は行わないことに決定しました。しかし来月の動画とお便りで延期していました開級式を行い、新しい形での学級をスタートします。そして今後は動画やお便り、個別の相談などで学級を行っていく予定です。皆さんに直接会えなくなってしまったことはとっても残念ですが、私たちはいつでも皆さんを応援していますよ。何か困ったりもやもやしたり不安なことがあったときは、いつでもお便りに書いてある先まで連絡をくださいね。心はいつでもつながっていますよ。会えなくても皆さんが元気でいてくれたら、また笑顔で会える時が来ます。それまで皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。今日はこれでおしまいです。最後まで見てくださってありがとうございました。